はい、こんにちは。6月12日の月曜日ね。今日もちょっとね、お店で撮るのができなくてね、こんな感じの日記になっちゃいますけど、ご了承ください。今日ね、あったことを話すよ。今日月曜日でしょ？振り替え休日だっていうね、中学生の軍団が東村山の方から4人ぐらいでやってきて、デュエルしたりとかね、まだお客さんいなかったから俺とマッチでちょっと対戦動画撮ったりなんかして、まあのんびりやってたんだよ。まあ午後になって結構なんだちらほらね、早く学校終わったのか知らんけど結構みんな来てくれて、でまあちょっと忙しいねなんつってやってたんだけど、そしたら母言いながら来店した子がいるんだよ。例の子だよ。カードを売られちゃった例の子だよ。例の子ってのめんどくさいから K 君にしようね。 K 君ね。 K 君がお友達と一緒に二人でハーハー言いながらやってきた。まあ駅から走ってきてくれたのかな、わかんねえけど、店長すいませんっつって、お前どうしたのって、もうこんなすぐに会えると思ってなかったからさ、 K 君、まあちょっとお前裏来いよなんつってでマッチにちょっと店頼むねなんつって、裏でちょっとゆっくりお話ししました。はい。まあでまあ座ってもらって、でどうしたの、まあちょっと本人の口からね経緯を聞こうと思って、ちょっと教えてって言って、まあ一から説明してもらったね。でまあまあまあ全然その話の通り、その試験の成績が悪かったらカードを取り上げるぞってのは言われてたと。ただまあ取り上げるだけで売るとは言ってなかったから、まあいつものことなんだって。まあ取り上げたらすぐに家のどっかに隠してあるから、それを K 君は自分でまず探そうと思ってたんだって。隠されてるだけだって、まあいつものことだっていう雰囲気だったから、まあ何度もあったんだろうな。で探そうと思ってたのか探したのか分かんないけど、とりあえず隠されたなーなんて思ってたら、その夕方頃にその土曜日にうちの店に来てた、まあ、あの子だね、その子の K 君か、まあいや、その子からまあツイッターのメッセージで連絡があって、その君のカードが売られてるよ。で驚いて連絡を取って、まあ日曜日はそんな感じでゴタゴタしてて、でまあとりあえずショックなんだけども、親もだからお父さんがすごい怒ってると、でお父さんも全然聞く耳持ってくんなくて、でお母さんもすごい怒ってるし、やっぱりカードをやってることをすごく良くない風に思われてるから、多分もうダメですみたいなことを言うんだな。でただまあそのなんだ、でいわゆるいろいろそのね、カードがその心の拠り所だし、やっぱり喜びもなんだろう、もうこれでカードないと本当に頑張れないからみたいなことを言ってて、そうかそうかと。で学校の勉強はやっぱり本当そんな悪いのかって言ったら、やっぱりちょっと結構良くないんだって。でなんだろうな、だからこれでねカードをちょっと本当触れなくて、だからもう今日今すぐにでもカードやりたいんですみたいなことを言うのさ。で、あなんかちょっと、あそうなんだ、そういう感じかと思って、まあ、そういう感じかっていうのはちょっとニュアンスが違うかな。で、まあ、話をしてるうちに、ちょっと思ったのが、なんだろうな、K 君はやっぱりその俺がやっぱり、まあ優しいと思われてるとするじゃん、まあ仲良しだからね。 K 君はそのここに来てもう本当大変なんですっていうことを言えば、その自分のカードは返してもらえると思ったんじゃないかな。でそうかって聞いたら、あちょっとそういうふうに思ってましたみたいなことを言ったんだよね。そんで、そうかそうかと。まあでもなって、お母さんがちゃんともうね、売りに来てるし、で、それを、俺が、
売るわけでもなく、ただ単にそうかそうか、まあ大変だろうからなって言って返すっていうわけにもいかないよっていうことで、ただ君のねデッキはちゃんと取ってあるから、ちゃんとその親が認めてくれてるんなら、ちゃんとその叱るべき筋が通ればあのデッキは返してあげられるんだから、勉強をちょっと頑張ってみて、そんでお母さんともう一回話をしてみないかっていうことを言ったんだけど、なんだろうな、いやでもそんな成績ってすぐ上がるもんじゃないしとか、でもカードがあった方が心が落ち着いて勉強がうまくできると思うんですって言ったから、あ、これはちょっと甘えてるなと思って、ただ K 君なと、君が言ってることはやっぱり何の努力もしてない薄っぺらい言い訳なんだよ。だからそのそういう要求を通すためにはやっぱり俺はこれだけのことをやったんだ、だから今後こういう風にしていこうと思ってて、だからそのために合わせてカードもやっていきたいみたいな、そういうなんつうのその何かしらの君の頑張り、具体的な頑張りがまだないんだよっていうことを言ってね、今もしこれで俺がそうかそうか、ケイ君かわいそうだな、それは大変だったね、じゃあちょっととりあえずデッキだけでも返そうかなんて言ってデッキを渡しちゃったとすると、やっぱりケイ君にとって何のいいこともないんだよね。そのなんていうの、ケイ君がもしかしてその頑張るきっかけっていうかさになったかもしれないようなこと、そのケイ君のところのご両親が考えて実行したことに対して僕はそれが正しいかどうかは別として、まあ明らかに邪魔をするわけじゃないか。そんでだからケイ君がやっぱりどんな形でもいいからちょっとだけでも頑張ってほしいんだよな。なんか別にその成績が上がるとか、具体的にね、そのすごい何番になったとか、そういうことじゃなくてもいいから、その、すごい努力してる姿勢とさ、ほんのちょっとの結果とかさ、なんかそういうことでも姿勢を見せてあげればね、その、いいなと思うの。そういうのがないと、ちょっとなんか僕が本当にこれでなんかデッキをすぐ返してあげちゃったりなんかしたら絶対彼のために良くないなってすごく思って、なんか厳しいようなんだけど今のままじゃダメだねっていう話をしました。で彼はその部分をどう受け取ったのか分かんないけど、今のまんまそうかそうか大変だったなって言って俺が取っといてやったぜなんていうのは絶対に浅はかだし、何にもなんない意味がないことになっちゃうんだ。店としてもそうだし彼にとってもそうだし彼の親にとっても台無しになるような行為だと思うんで、厳しいようだけど僕はそういうふうに説明しました。ただ、7月に試験があるんだって。もう一回なんかちゃんとした試験、何試験、中間試験かなんだか知んねえけど、その試験があるんだって。で、だからそれまでにまだあと20日以上、20日ぐらいあるのかな、20日以上あるから、もうその間だけでもちゃんとやってみって、ね、その具体的な点数が出るか出ないか分かんないけど、ちゃんとそのやってる姿勢だとか親の言うことを聞くとか、そのそういう部分でちょっと変わったなって思われるような風にしてみっていう風に言ったんだよね。だからまだちょっと、だから本当にそのまだ甘えてるところが結構大きかったから、そういう言い方をしました。だってその話の途中で、だって6月21日シャマさん来るんですよねって言いやがったから、お前それは諦めろよと、こんだけのことこのタイミングでお前がそういう風になっちゃったんだから、やっぱりお前がちょっと頑張んなきゃいけないんだからって言って、それは諦めなさいと言いました。ただ、頑張ってね、もしちょっと結果出て お父さんお母さんもちょっとだけ優しい部分が
ね、出てきて、その許してくれればさ、7月のテストの結果で、あの7月の29日のあのオフ会には間に合うでしょって。だいたいカードが全然認められなかったら、お前今年の夏休みクソみたいにつまんないんじゃないのっていう、言ったらそうですねって。最初はすごい甘えてたから、いや今ここでカード預かって友達の何々くんちに預けとこうと思うんですとか言ってたから、いやいやそれは違うんだよ、そういうことじゃないんだよって、うん、いう話をくどくどしました。はい、彼に僕の気持ちが半分ぐらいでも伝わればいいなと思ってるんですけど、伝わるでしょうか。なんか意地悪されちゃったよぐらいに思われてんのかな。なんだろうな、やっぱりずっとその親に隠れて、で結局何の努力もせずに逃げるだけ逃げてっていうのは無理だと思うんだよね。いやわかんねえ、できんのかもしんないけど、それをやっぱり店としてそっちに協力することはできないよな。ただでもなんだろう、いやオフ会にお前に会いたいっつって遠くから来てくれる人もいるんだぞっつったら、いやそんなこととか言ってぐじぐじ言ってたんだけど、だから彼はごめん、いや話まとめると、彼は今日から20日間はあのすげえ頑張って勉強して成績をちょっと上げるように、するはずです。だから彼のことを知ってる人もね、もしツイッターとかでそのなんかメッセージなんかね、連絡つながってるやつらは、まあ勉強頑張ってるかとかちょっと励ましてやってよ。で、だからやっぱりやるときはやらなきゃダメなのよって時があるわけじゃないか。そのほら、な、ここはもうちょっとやっとこうよというところがあるわけだからさ、それをちょっとみんなで応援してあげよう。ほんで、7月のテストの結果がちょっと良かったなとかなんとかなってみんなで喜べる形でさ、また彼が来るようになって良かったね、一緒に遊べるねっていう風なのが一番いいじゃん。うちに来てることを親に黙っててバレちゃまずいんです、こそこそっていう出来も持ってちゃいけないんです、友達に預かっててもらってとかさ、そんなんじゃ良くないよ。そんなに悪いとこじゃないもん、うちだ。本当に頑張ってね、ちょっとでも成績上がって生活態度も改まって、それでも親がイエスって言ってくんなかったら、俺がちょっと説明するからって言ったんだけど、それもでも彼はあんまりいい顔しなかったけどな。まあね、なんかちょっとまだちょっと後味が悪いままだけどさ、まあとりあえず顔見られて話できただけ良かったんだけどさ。ただまあその君、ね、彼が会いに来てくれたその気持ちがちょっと甘えてた気持ちもあったのかな。こういう風に言えばなんか返してもらえると思ってたのかなと思うと、ちょっと違うんだよなっていう気はします。はい、とまあそんなことがあったんですよ。はい、結構喋ったけどな、1時間も喋ってねえか。でもはいですよ。はい、彼はちょっと肩を落として帰ってきましたけどね。はい、そんな方ですね。はい、あとで僕今日は今日なんと、昨日の夜ちょっと勉強しまして、動画の編集をちょっと覚え始めましたよ。今まで編集なんて全くしてなくて、いいんだいいんだよ、撮ったまま上げときゃいいんだよってやってたんだけど、やっぱりちょっとぐらい編集した方がいいんじゃないかなって思うところあって、はい、何文字とか入れてたりとかね、 BGM 入れてみたりとかね、はい、始めてみました。でこれからちょっとずつ、動画も編集とかがね混じってくるかな、もうちょっと上手になるかななんて、はい、皆さんも長い目で見ててくれるとありがたいと思います。はい、以上そんなところですね。はい、ではだから本当知ってる子はね、あいつのことちょっと励ましてやって。はい、じゃあ失礼します。